はい、今ですねタイのチェンマイにいます。チェンマイで、チェンマイでね、車を乾燥してるところです。車基本的にね、タイに関しては大体9割方は日本車でございます。まあ見てください、そこイスズのピックアップトラック、これはトヨタ、これランクルで、それトヨタの車、トヨタのハイエース、ホンダのシビック、これトヨタハイラックスかで、ハイエースで、イスズのピックアップで、トヨタで、ホンダですね。あれ日本で生産されてないやつかな。で、こちらまたトヨタね、まあこんな感じで、ね、日産の AD 版ね、版あとホンダ、あとスズキの車もあります。珍しいですね。あとこれもトヨタのハイエース、これ日産ね、アルテマか、イスズのピックアップトラップ。たまにこういったフォルクスワーゲンとかベンツとかね、 BMW みたいなドイツ車も走ってます。あと他国たまに、そのアメリカの車もしくはダサいね韓国の車走ってます。あとはこのバイクに関してもスクーター大体スズキとかね、ホンダとかヤマハ、多いです。すごいね、これなかなか渡れないんですよね。これまたトヨタ車ね、まあこんな感じね。